子、大丈夫？この楽譜、駅長さんに渡さないと。駅長さん、ありがとうな。
駅長さん、どうもありがとう。ちょっと、あんな風に突然外に出て何か危ない目にあったらどうするの。やっとオアシスに巡り会えたから、近くの廃墟に行って楽譜を探さないとって思って。帰ってくる時雨に濡れたんじゃない？体は何ともないの？なんともないよ。ちょっとぐらい雨に濡れたって花は生えてこないし。ほら見て。ああ、このくらい大したことないから。おい、誰かいるか？雨漏りが増えて通路まで通れなくなっちまったんだ。私たちが手伝いますよ。パパ、私も手伝う。ダメだ、危険すぎる。お前はテントに帰ってパパの帰りを待ってなさい。いいね？はい。私も一緒に手伝う。お前が手伝うだと？これ以上みんなに迷惑をかけないでくれるのが一番助かるよ。クラウス？手が空いてるやつは全員俺についてこい。エコー、ちょっと来てくれるかい？駅長さん、何ですか？君が見つけてきた楽譜なんだが、何枚かすでに花が咲いていて譜面が読めないんだ。さっき走ってきた時に濡れちゃったのかな。これじゃ演奏できない。ディーモンを連れてきてくれ。彼ならきっとどうにかできるだろう。ディーモン？私の言うことを聞いてくれるかな。私の頼みだと言えば彼も嫌とは言わないさ。わかりました。Thank you.
リーも？ここにいたのね。ずっと探してたんだから。ねえリーも、聞いてるの？ピアノの部屋まで来てくれない？駅長さんがあなたに手伝ってほしいことがあるんだって。ねえちょっと待ってよ。駅長さん、リーモを連れてきました。ありがとう、エコ。どういたしまして。でも駅長さんはどうしてディーモになら、できるって言ったの？